ジャン君、おはよう。枕の上を全部占領してしまったジャン君です。ジャン君、ママさん一人でお薬をあげられたそうです。偉かったです。でも、もう少ないのかな。あと3本かな。あ、違う、あと5本かな。さあ、あと2本で治ってもらわないと困るんですよ、ジャン君。あと2本かな。治っていただけないですか、ジャン君。前と比べると、頻度はちょっと減ったとは思うんだけど、でも、すごく、もう普通。とは言えない、そうなのかい。普通とは言えないくらいではありますね。まだ前みたいに入って隣にも入ってもう一回入ってみたいな、入ってばっかりではなくなったっぽいけどね、キャンジャンク。あとなんかやたらめっちゃカキカキします、この人。君。ザック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 。めちゃザクザクします。ワンンちゃちんゃはん、健康でーす。ワンちゃん健康でーす。ワンちゃんワンちゃん、あくあびくびも。でーす。はーい。あ、僕って僕のはずって、主役は僕のはず。じゃんくん。ワンちゃんは今日重たかったです。両足に完全に乗っていて、すごく重たかったです、ぽんちゃん。ぽんちゃん。ホームアローン症候群、解離性なんやらの、まあ、別名ということで、そういうストレスもあるのかなみたいな話題には今なっているんですけれども、でも普通のお宅よりも相当家に、ずっまあといる。逆に家あ、にい逆るか。から、いない時に寂しいとかあるのかなと思うね。そういう場合に、今うちができることは、テレビつけっぱなしとかラジオつけっぱなしとか音がしてるのはいいんじゃないですかって話だったので、一番いいのは僕らの声がしてるのがいいかなと思って、 YouTube の動画をコンピューターにいっぱい貯めてるのとか、まあ、ネットからネットで見るのもいいのかもしれないんですが、とにかく音を出して、流しておくのはいいかなとちょっと思ったりしています。今度ひょっとして、まだね、ちょっと、詳細がつかめなくていけるかどうかわかんないんですけど、11月3日、あさってですね、あさってに、オープンマイクを公園でやるっていうのがあって、詳細が分かったら出かけてみようと思ってるんですね。まあ、地域の人たちと、まあ、知り合っていくための一環なんですけれども、それの時にやってみます。匂いのついたものをっていうのは、部屋中に自分たちの匂いはついているので、おそらくは、まあ、人形みたいな形をしているのが一番かもしれないので、まあ、それもちょっと考えます。ということで、お元気になってください。パパ、ママ同時にご飯を食べに行かなきゃいけないので、このテレビで YouTube がそういえば映せるなーっていうのがあったので、これ勝手にずっと流れるやつになってるとき、まあ、とりあえずこれをやってみよう。あ、違う違う違う。声が出ない。あ、声が出ないジャンクいたね、そういえば。声が入ってるやつがいいんじゃない？私たちの声私たちの声入ってるよ、きっが。あ、そうだ。と。懐かしいね。ジャン君、声出ないっていう時あったね、昔よかね。ったね。なんだったんだろうね、あれね。じゃあ、この声で、お願いします。これも置いとくジャン君にちょっと心配事ができました。声が出ないようなんですね。鳴くとピーって音が
笛のような音がします。これ何かの病気でしょうか。うん、ジャン君、ジャン君、
ジャン君。箸おいしい。ぐっすりおやすみ。あら、そしてなめ。ジャン君、ジャン君、せっかく飾ったのに。
人間、仮棚がこのような形で食器棚の上に今います。ジャン君上で泣いています。食器棚の方向が西を向いているので、この方向を、正さなければいけませんが、まずは何よりマシ方式でやっております。柏で健くん、健くん、はい、はいはい、ちょっとご飯を食べる間待っててもらえませんかね。健くん、はい、と言ってるかな。格子の向こうにピント合わせるの難しそうだね。言ってるような気もするな。あ、外れた。はい、ちょっと待っててね。ジャン君、はいはい、はい、まだご飯食べてないんですよ。はい、もうちょっと待っててもらえる？そしてピントが合いませんね。はい、いいね、この液晶画面をタッチするとピントが合うってすごいね。はい、触った。はい、そして追尾して、あ、今外れた。じゃんくん、もうちょっと待っててくれる？すぐ戻ってくるやね。ジャン君、ご飯を食べ終わったらすぐ帰りますから待っててください。はい、ジャン君、もう甘いね。はい、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 ちゃんと一緒にいたらいいでしょう。はい、うん、ぐるぐる、はい、どうぞ。ポンちゃんはいいね、ちゃんと寝てるね、いい子だ。少しみんな待っててね。はい、ジャン君、ジャン君、
切られる。もう諦めてた。はいはい。はい、ジャン君。よく我慢できましたねってしてなかったか。はい、はい、挟むよ。はい、はい、どうぞ。はい。なのにポンちゃんはおとなしく寝てたね。えらいね。はい。じゃんくん、落ち着いた。モデルジャン君。ジャン君、モデルジャン君。ジャン君。ジャン君、見られています。安心してるね。みたいだよ。
シオン君のいない朝が始まりました。ジャン君おいで、ジャン君、ジャン君おいで。はい、アンちゃんも遊びますか。どうですか、昨日の夜は一人でケージで寝てましたけど、どうですか、シオン君いない状態は大丈夫ですか。ジャン君、うちはですね、去年の9月から、いろんな子が来ては去り、来ては去りってなってます。ちょっと状況がわからなかったと思いますが、だいぶ慣れてきたね。自分はどっかにいなくなるってことはないんですよ。それはよく覚えておいてください。でもここに来るチビちゃんたちは、もっといいうちに、あれもっといいうちってうちはってなるけどね、あなたには、あなたとポンちゃんにはこのうちが一番いいと信じてます。また今いるアンズちゃんも、ほどなくしてまたどこかのお家にもらわれていきますが、残った、3人で仲良くしてください。いいですね。ジャン君、割とおとなしくしてたかな。ちょっと泣いてるって聞いたんだけど。あ、いいかもしれないね。こんなとこで待っててくれたよ。迎えにも来なかったよ。そして、あら、あ、名前が、ダメだ、名前忘れちゃダメだ。6年後にうちに来る、あ、ど忘れしてる、怒られる、マオイさんに怒られる。そうか、テレビに流す YouTube、ちょっと音がうるさかったね、ごめん。音小さくしよう、ね、こんな感じね。20ぐらいにして、アンズちゃんもブラッシュする？そしたら落ち着くよね。大きいか。うるさいなと思ってた。思ってた。うん、ちょっといいかも。ただテレビだと、まあ、やっぱモバイルかな。音がちっちゃいかな。ちょっといろいろ試してみまーす。じゃんけん。ストレス減らそうぜ。はい、アンズちゃんだったよ。アンズちゃんね。忘れてごめん。これは愛情がないんではなくて、おじいちゃんの脳みそに近づいてきたせいで物忘れです。アンズちゃんごめんなさい。さて、じゃあ今日もゆっくりやってくぜ。はい、へへ。眠い。